トマソ・ジョバンニ・アルビノーニはイタリアのバロック音楽の作曲家、バイオリニスト。生前はオペラ作曲家として著名であったが、今日はもっぱら気楽曲、特にオーボエ競争曲の作曲家として知られており、そのうちいくつかは頻繁に録音されている。なおレもジャゾットがアルビノーニのアダージョとして1958年に出版した曲はジャゾット創作の偽作であり、 アルビノーニーの楽曲との関連はない。作曲家としての生前の地位の割には、生涯についてはほとんど分かっていない。裕福なベネツヤ貴族の家系に生まれ、父アントーニョは、師匠人でもあった。ジョバンニ・レグレンチに指示し音楽教育を受けたと推測されている。1694年に作品1を、コレッリのパトロンとして、有名なピエトロ・オット・ボーに数奇教に検定する。 1700年にマントバ校の宮廷バイオリニストとして雇われ、作品2の器楽曲集をマントバ校に検定。1701年には非常に人気を呼んだ12の3世のバレッタ作品3を作曲し、トスカーナ太古コ,コジモ3世の長男フェルディナンド・デ・メディッチにフェルディナンド3世の継承でこれを検定した。1705年、ベネツィアで 聖マルコ大臣院の学長、アントニーのビッフィを立ち会い人にオペラ歌手のマルガリーテと結婚。マルガリーテはアルビノーニと6人の子を設けながら1720年まで歌手として活躍したが、1721年に死去している。ベネツィアではビッフィ以外の音楽家との交流は確認できないが、多くのイタリア都市においてオペラ作曲家として名を挙げ、例えば、 ベネツィア、ジェノバ、ボローニャ、マントバ、ウーディネ、ピアチェンツァ、ナポリなどでは有名だった。この頃になると、気楽曲をふんだんに作曲し、1705年以前に、ほとんどのトリオ・ソナタやバイオリン競奏曲を作曲し、その後は1715年に、アムステルダムのエティエン・ヌ・ロジェから、初のオーボ競奏曲を含む、5世の競奏曲作品7を出版。 1721年に6つのそなたと6つの三成の部曲作品8を出版した。1721年に家業が傾いて後、声楽の学校を開設して多くの生徒を教えたと19世紀の歴史家の記録にあるが、学校の開設時期や活動内容は不明である。多くの同時代の作曲家とは異なり、アルビノーニには教会や 貴族の宮廷に地位を得ようとした形跡が見当たらず、独自の財源によって、独力で作曲する自由を得ていた。その後は1722年に、バイエルン選定校、マクシミリアン2世イエマヌエルに招かれ、オペラを指揮した。アルビノーニの最も有名な曲集、五世の競争曲集作品9は、同年にアムステルダムのミシェル・シャルル・ルセーヌから出版され、選定校に検定されている。 1740年にベネツィアでアルビノーニの最後のオペラアルタメーネ・アータミンが公演され、それ以後のアルビノーニ足取りはつかめていない。1742年にフランスでアルビノーニのバイオリン・ソナタ州が遺作として出版されたことから、研究者からアルビノーニはその頃には亡くなっていたと推測されてきた。しかしアルビノーニはベネツィアで人知れず生き延びていた。 記事のサンバルバラ小教区の記録によると、アルビノーニは1751年に糖尿病により79歳で亡くなったとある。アルビノーニは50曲ほどのオペラを作曲し、そのうち20曲が1723年から1740年にかけて上演されたが、今日では、気楽曲、とりわけオーボイ競争曲が最も有名である。アルビノーニの気楽曲は、 ヨハンゼ・バスティアン・バッハが非常に関心を持っていた。バッハは、アルビノーニの主題による風画を少なくとも2曲残しており、しかも、しばしば学生の火星法の実習において、アルビノーニのバス課題をよく利用した。オペラは、約52作ほど作曲しており、大半が紛失しているが、1曲ないし5曲ほどのアリアが現存する。 他の作品には48曲のカンタータや気楽曲、オラトリオなどがある。ありがとうございます。